お、こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼を調べていきましょう。じゃじゃん、部屋ラテクーノさん、ありがとうございます。アルさん、こんにちはです。オクトエキスパンションのラスボスの、ネルス像をヒメシが壊した時、インクや物が飛び出してくるじゃないですか。ああ、ありますね。その出てくるものがオクトエキスパンションの的やコロガリウムやボールペンなんです。コロガリウムってあのボンレサムのことよね。はいはいはい、ぜひ調査してみてください。採用お願いします。かっこ長文失礼しましたとのことなので、ちょっとその真意を見つつ、あとはスローにしてみようか。 OK、 行ってみよう。よし、オッケー。で、このムービー中のやつだね。姫ちゃんビームが炸裂したと。オッケー。頼むぜ、姫ちゃん。うわお。いいね。なーよしよしよし、これでいやーってなって、こっからよ。見えたかな。よく見えんかったけど的はあったね。確かに。ちょっとスローで見てみよう。 OK、いや素晴らしいな、この流れ。よし、じゃあ次の依頼行ってみましょうか。結構いろんなもんが飛んでましたね。 OK、 さあ次エンディング見たいけど、これは各自で見てください。最高だね。じゃじゃん、エイタンパパさん、ありがとうございます。アルさん、いつもお疲れ様です。そして今日はびっくりこねたです。オクトの電車に乗っているグソクさんがいるじゃないですか。いますね。そのグソクさんがつけている腕時計の針がサクランボ、です。いつも採用ありがとうございます。採用お願いします。サクランボかわいいな。あそこサクランボあるな。ああいう系かな。行ってみよう。はい、グソクさん腕時計つけとんだな。あー、つけとるつけとる。これの針見えるかな。どうこう、いろんなシールが貼ってある。針が見、どうやって見たんじゃろう。こう。これこのシールじゃないですかね。ほら、このシールのリボンのところがサクランボのやつに見えたのかな。なんか、あのおじさんの顔に見えるな。ほら。こう角度厳しいけどね。ほら、近づきすぎると消えるんですよね。グソクってやつは。あー、これめっちゃ見える。あの、ちょうど頭に貼ってあるシールと、腕時計。これ腕時計かな？時計なんかな？これ。で、あれですね。このなんか、おじさんみたいな魚の。あ、挟まった。
ぐる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 。このおじさん、あ、持っとるじゃん、グソクさん。おじさんみたいな魚の、グッズを集めてるっぽいですね。オッケー。さあ、続いて。じゃじゃーん。こちらです。じゃじゃんと。ゆさともん。ゆさともんさん、ありがとうございます。あるさん、これだです。どこでもいいので、インクレールの横で傘を開くと、イカちゃんが面白い動きをします。調査お願いします。オッケー。そりゃさぞかし面白い動きなんだろうな。行ってみよう。インクレール3ぐらいにありそうだな。ていっ。ういしょ。当たった。よし、あのインクレールの横で、傘を開くと、面白い動き。いきますよ。3、2、1、ファイヤー。お、ずれた。おおお。お、しかも何回でもできる。あ、これは、おおお、ジュイン。どこを見ている?それは、残像だ。ジュイン。これ結構面白いな。ジュイン。ジュイン。あ、飛んでった。さよなら。ジュイン。ジュイン。あらら。ジュイン。うん?この丸に当たるようにすると、ブインブインブイン。ちょっと動く。お、これすごいね。それは残像だ。ジュイン。ジュイン。オッケー。これ結構ほんまに面白かったわ。期待を上回ってきましたね。ありがとうございます。さあ、続いて。武蔵さん。アルさん、こんにちは。小ネタです。トレーニングで壁側にビーコン、ん?壁端にビーコンと赤コーンをセットで置いて飛ぶと赤コーンを吹っ飛びます。過去の投稿でやってたかわかりませんが、調査お願いします。これやったことないな。よし、行きましょう。よし、じゃあコーンを動くようにしておいて、で、ビーコンを置きます。あそこに飛んでみましょうか。吹っ飛ぶらしいぜ。シェイ!おぉ。吹っ飛んだ。あれ?あれ?ん?あ、一個なくなった。ここに、一個あって、あれ?どこ行ったんだ?あ、乗っとる上に。あそこ。ちょっと待って。ほら、あそこに乗った。マジか。あんなとこに乗るの?ポーン。乗ってますね、あれ。ちょっと待って。インクかけたら落ちてきそうじゃけ、あんまりかけたくないけど。ほら。ここにおります。すご。なんか、よりすごいことが起きてしまった。こんなとこに、乗りましたよ。乗りましたよ、武蔵さん。ちょっと、今回のやつは、この、ビーコンに飛ぶと吹っ飛ぶよってやつなんで、ちょっともう一回やってみましょう。バイーン。ドン。ああ。あそこの上に乗ってるのってなかなかレアだと思うんですけどね。ちょ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 い。ほら。じゃーん。まあいいか。いや、リセットせんでいいんか。こうしておいて、ビーコン置きます。で、これに変えればいいもんね。よし。じゃあ、着地ビーコン。もうめっちゃ。いきますよ。そりゃ!ダーン!ああ!ああ!落ちてきた!どうして?くそー。
オッケー、でもまあ吹っ飛びましたね。それ以上にちょっと面白いことが起きちゃったんで、そっちあれですね、採用です。オッケー、続いてよいしょー、星町光さん、ありがとうございます。アルさんにお願いです。私は最近スプラを始めて、ヒーローモードのエリア 3-10 かっこバケツが初めて出たところがクリアできません。なのでクリアするところを見せてほしいです。長文失礼しました。ぜひ採用お願いします。 OK、 そういうことならこのヒーローモードおじさんに任せておきなさい。バケツ、あー、バケツもレベル2になってるわ。ごめんね、レベル2なんだけど、いいかね。ここかな、エリア 3-10。 見回り先生、タコパトローラー、深夜徘徊、気分は徘徊のクリア映像をお見せしましょう。チェイ、じゃーん。まあ、僕レベル2のバケツなんでこんなに早いんですけど、そんなに連射しないようにしておきますね。このぐらいでやってみましょう。パイーンと、敵をね、こう倒していきますでしょ。でこうポイポイってやって、バーンってレールに乗ります。でバーンってレールに乗った先にジャーンっていきまして、でここにね毒プリンがあるんで、これを壊してもらいましょう。そしてシュイッダーン、はい、毒プリンはなくなりましたよ。で、あとはああいう敵とかを軸をずらしながら近づいて倒していきます。で、あとはイクラなんかを拾いつつね。で、ここをもうすぐ登ります。あ、登れない、やばい、チャーうえで、ダメージを受けたらこんな感じでね、潜っておけばすぐ回復しますので、それでやりましょう。で、このパトローラーちゃんもね結構しつこいんで、赤くなったら避けましょう。で、いきますねと。 OK。 で、あそこの、あのアーマーとかを取ってたら結構楽になるんで取りたいんですけど、あれタコパトローラーに乗らんとダメだ。はい、タコパトローラーを呼びますでしょ。で、これで降りてもらいます。で、その隙に乗る。で、ここに、うわ、プロペラ、うわ、行こう。あれ、罠だ。あのアーマーは罠です。はい、進みますね。ぴょんと。で、ここに来ました。で、これまたタコパトローラー来ますんで、これ1回目やり過ごしましょうね。はい、さよなら。で、前側にパト、タコが乗ってるんで、後ろは出てても大丈夫。見つかりません。で、ここはね、こう、大きくしてって、で、この、シールドくんがやってくるんで、シールドくんは、上から、シールドを通り越すような感じで撃ちましょうね。これは罠じゃないな。お、また来た。これちょっと隠れておきましょう。で、こういう風に一回やり過ごして、ふぅ。で、ここの木箱コーナーを荒らすと、はい、鍵が出てきまーす。で、鍵を持って、またもうこれ一周するような感じがいいですね。で、途中のタコとか倒しておけば楽にたどり着きますので、ここで鍵を。これ近づくだけで開きます。で、このタコパトローラーにちょっと喧嘩を売ります。ここだよーっつって、で、来た来たーってなった時にこれでダッシュッツで、次のところは気をつけて進もうか。 OK、 気をつけてまーす。お、またアーマーがあった。アーマーは重ね取りが2個までできるんで、ダメージを受けなかったらどん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 取っとった方が得ですね。で、ここはね、どうしようかな。まあ、どっちかの敵に狙いを定めて、シャインですね。シャインってやって。よし、いた。シャイン、オッケー。で、このフグ風船って一回当てればもう爆発するんで、ポイッ、ドーンっていう感じですね。で、これを辿っていくと、またこの
シールドがいるから、シールドを上に向けて直射で倒しましょう。で、ジャンプか。ジャンプ。よいしょ。またタコパトローラー。またタコパトローラーだね。その前にタコパト以外のやつを、ちょっと始末していきましょう。で、回ってきたら見つからないように潜っておくのが、楽チン。わわわわわ。ほら。で、同じ方向に進んでいくと見つかりにくいですかね。ポイーンと。OK。で、また毒プリンあるけど、まあいいや。で、先にこの、コタコちゃんを倒しておいて、ビヨイヨイヨン。これに登ります。よしよしよし。じゃんと。あ、落ちちゃった。これ、上に乗れってことかな、タコパトの。しょい。危な。プロペラクラウンで気をつけてくださいね。あっちかな。あそこっぽいですね。あの、結構派手な看板があるところの、ところに飛び移りましょう。グリーン。で、この向きで、ぴょん。OK。で、ここで行って、この辺も、先にこの、コタコちゃんたちを倒しとけば、落ち着いてできるんでね。トゥ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 。これ床が濡れないところは気をつけていきましょう。なんだこれ。飛んでみよう。あ、もう終わりか。これで最終チェックポイントで、で、これこの、ここ、バインってやったら、一気に、行きますんで、バインってやって、で、あの、正面にね、いるんですよ、あの、やつが。でも、見つかってガーって行けばいいですね。よいしょ、バイーン。はい。どんな感じでしょうか。これで、クリアできるかな。できるね。あそこの風船。割れないな。よし、こういう感じです。じゃじゃん。加藤ちゃん、ありがとうございます。アルさん、お悩み相談でっちゅう。最近友達がスプラをしていて、その時にあなたはプロ級なのと言われました。僕は元世界6位でしたが、普通に教えてあげました。もっと教えてあげたいのに、どう言ったらいいのかわからなくて、最近頭痛になっています。お願いいたします。何でもします。許してちょんまげ。あれ？なになに？この加藤ちゃんは世界6位らしいですね。なんだろう？何を思って6位なんだろうか。あの、あれかな？ワールドチャンピオンシップに、あ、着地しようか。これ、イカスゴしとかにはダメだな。じゃじゃーん。ワールドチャンピオンシップに出たのかな？出たにしては、出た人はちゃんとあれっぽいもんな。まあよくわからないんですけど、世界6位みたいなんで、僕を教えてください。腕前 X になれるように教えてください。混ぜ混ぜ。OK！ チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。じゃあねー、バイバイ。